パパミンソンチャンネル始まるよ。はい、毎度どうもお気に入りパパミンソンでございます。いつもご視聴いただきありがとうございます。本日はですね、ワークマンからになるんですけど、こちらの商品ですね、もう見えてますね。はい、これがね、あのシェフパンツとかね、ワークマンといえばシェフパンツ、シェフカーゴパンツとかいっぱいある中で、またこんなね、いいのをちょっと見つけてしまったんで紹介していきたいと思います。で、商品名がですね、これも超撥水なんですよ。超撥水、チノペインターカーゴパンツということでね、チノペインターカーゴパンツって何なのかなと思って、ちょっと買ってみたんですけど、まあこれも結構機能が多くて、で、なんとね、ポケットがね、11個もあるらしいんで、その辺もちょっと見ていきたいなと思っています。よろしくお願いいたします。はい、ほんで早速なんですけど、今回は M サイズを購入してますね。サイズ展開が S から 3L で、今回は M サイズ、私の身長が174センチ、体重が65キロで、 M サイズを今回は着用していこうと思います。で、カラー展開がですね、この2色展開、これがヒッコリーブラックっていうカラーで、もう1個がサンドベージュっていうね、ベージュのカラーになるんですけど、その2色展開でサイズは S から 3L ということですね。で、価格の方は、税込み1900円となってますね。1900円なんでめちゃめちゃ安いなと思って。で、このなんかヒッコリーって、基本ヒッコリーって白地にこの線が紺色っていうのが、青とか紺っていうのが多いと思うんですけど、今回は黒なんでね、ちょっと目がチカチカするかなと思うんですけど、ちょっとかっこええやんと思って、なんか見た目もね、ほらいい感じなんですね、これいい感じなんです。で、素材がですね、ポリエステル 80% のコットン 20% ということになってますね。はい、ということになってます。ほんで、まあとりあえず一回履いてみましょう。うん、履いてちょっといろいろ話していきましょうということで、履いていきます。はい、ってことで一回履いてみましたね。どうでしょうか。これめっちゃかっこええやん。めちゃめちゃかっこいいじゃないですか、これ。いいね。最近ちょっとこういう派手めなズボンが好きなんですね。はい。ほんで、冒頭に言ってたね、ポケット11個っていうのを見ていきましょう。まずここね、ズボンには絶対にあるポケット。で、この横に、ここ。実は、こんなでかいのが、これだからベンチレーションの役割もあるらしくて、夏場ね、これね、このポケットの、おっと、こっちはないぞ、右だけや、これメッシュになってるんですね。なんでこっからね、ここ開けて履いとったらね、風がピューピュー入ると涼しい。だから蒸れないってことですね。真夏でも蒸れませんよっていうことですね。パックリ開きます。ほんで、まあ、カーゴ、ペインターカーゴなんで、カーゴなんですけど、ここめくりますよね。ここポケットありますよね。実は閉めて、ここにもあるんですよ。ここにポケット。で、ここにポケット。だから、これで1、2。で、右も同じ。3、4。でしょ?で、普通のポケットで、5、6やろ?で、この7やろ?で、これも右だけですね。このポケットのちょっと上に小銭ぐらいが入れれるようなポケット。で、9。で、後ろに2つで10、11ということでね。どんだけ物入れんねって話なんですけど、ね、めちゃくちゃポケットが多い。どうですか?これいいな。これめちゃくちゃいいやん。いいっすね、これ。気に入りましたね。ちょっとあれやな。靴とちょっと被ってないよ。まあそんなんいいんですけど、まあお値段も1900円で超お手頃なんで、ちょっとくしゃみします。花粉症なんでね、すいません。で、ちょっとレビューの方読んでいきましょうかね。で、ちょっとね、レビュー見てたら、同じようなこと書いてる人がちょっといっぱいいましたんで、ちょっと紹介しますね。まず、犬を連れて海によく行く我が家ですと。撥水ありがとう、ガンガン洗えて助かりますって書いてますね。幅もゆったりなので、最近の流行りに合ってて丸って感じですね。
で、次のレビューが、ワイドなシルエットや生地感、とてもいいと思います。しかし、この商品に限らず、また下がやっぱり短い。どの商品も3センチから5センチ伸ばしてほしいです。っていうことですね。次行きましょう。ワークマンのパンツはまた下が短いのが多すぎる。座ってる姿が残念です。もうちょっと長くしてください。よろしくお願いいたします。ってことですね。次はですね、色がネイビーがあると良かったです。なるほど。カラー展開がちょっと少ないよってことですかね。で、その次が、また下が短い、せめてもう5センチ欲しいよってことで、結構また下が短いっていう風に書いてる人がちょっと目立つんですけど、個人的にはこんなもんなんじゃないって感じはしますよ。そんな、まあでもそっか。あれか、僕の場合、あれですね、基本ちょっと若干腰履き気味で履くんで、ちょっとね、やっぱ上まで履くと、この辺気持ち悪いんですね。なんで、僕の場合ちょっと腰履き気味で履くんで、裾の長さが気になる人は若干腰履き気味で履くと、こんな感じになるんで、そこまでだから長さは気にならないかなと個人的には思いますね。ほんで、これに関してはですね、紐はついてないんですね。ウエストがね。ボタンと、チャックと、ほんで、この横のね、この一部分だけゴムが入ってます。で、伸びます。これね。この一部分だけ、こっからここまで、だけがゴムが入ってます。なんで、まあ、若干ちっちゃめ、僕やったらだから S でもいけるんじゃないかっていうぐらいのウエストのサイズ感にはなってますね。はい。まあ、ベルトループはもちろんあるんで、まあ、ベルトしてもらったら全然履けるかなと思いますね。いかがですか？だからレビューで書いてたような丈の短さっていうのは個人的にはあまり気にはならないですね。はい。ちょっと待って、これ、ポケット深っ。この、これね、このベンチレーションのところのポケットには、携帯入れたらね、ここまであるっすね。深くね、これ。ここまでポケットやで。深っ。普通のポケット。でもまあ深いか。深い感じにはなってますね。けどこのベンチレーションのとこ、めちゃめちゃ深いですね、これ。いいやん。で、こっから風が入ると涼しいし。今ちょっと冷房つけてるんですけど、やっぱこっからヒヤッとしますね。で、必要ないときはまあ閉めとけば全然普通の見栄えも悪くないですし、いい感じになるかなと思いますね。ちょっとこれ気に入ったね。いいですね。気に入りました。はい。ということで、今日は以上になりますね。はい。最後までご視聴いただきありがとうございます。いつもありがとうございます。ってことで、まあ、今後もちょっと、ワークマンを中心にね、いろいろやっていきたいとは思っていますんで、まあ、こんな商品が紹介してほしいとか、あんな商品が紹介してほしいとか、あったら、ぜひぜひね、コメントもいっぱいいただいて、で、インスタグラム、ツイッターも一応やってますんで、そちらから DM いただけたらありがたいと思います。そう、自由ユニクロワークマンね、好きなんで、今後もやっていきたいと思います。ほんで、まあ、これからまた、暑い時期になっていくと思いますんでね、こういうベンチレーションがついてるやつとかが非常に役には立ってくると思いますんで、はい。めちゃくちゃいいなと思いますね。ということで、それではまた次回の動画でお会いしましょう。いつもありがとうございます。バイバイ。またね。このチャンネルではワークマン、GU、ユニクロ、その他にバラエティジャンルの方もタップしています。オールジャンルでやりたいことをやるチャンネルです。こんなことやってほしいとか、あんなこともやってほしいとか、リクエストがあればどんどんコメントください。インスタグラムもやってますので、パパミウソン。で、検索してそちらから DM いただけたら嬉しいです。これからもよろしくお願いいたします。しばくぞ。Oh, baby,